ジガバチは昆虫甲膜締め穴バチ科のジガバチアカ、またはジガバチ族の総称である。ジガバチアカはジガバチ族のみを含む一ト型である。競技にはジガバチアカの一族ジガバチ族アモフィルを意味し、さらに競技にはその一種サトジガバチアモフィルサビュローサをジガバチとすることがあるが、ここではジガバチアカを扱う。典型的なカリバチでどの種でも 狩りをすることが知られている。狩りは幼虫の食料確保のために行われる。地面に穴を掘って、巣を作った後、幼虫の食料にする獲物を捕らえて、毒針で毒を注入する。獲物は全く動かなくなるが、これは神経を麻痺させてあるだけで、殺してはいない。その後、巣穴に獲物を運び入れ、卵を一つ産みつける。メスは幼虫室を閉じて出て行き、二度と戻らない。 幼虫は、獲物の体の上で孵化し、獲物を殺して、腐敗を起こすことのないよう、生命維持に影響を及ぼさない部位から順番に、獲物を食べていく。獲物を食べ尽くして、巣穴と同じくらいの大きさまで成長すると、眉を作って、さなぎになり、10日ほどで羽化をして、巣穴を出る。幼虫の食料として、ジガバチ族は青虫を取るが、これに対し、どうかで似た生態を持つが、 ジガバチ赤には属さないセレフロン属は雲を取る。飛車改正である。巣に、石で蓋をする里ジガバチジガバチの名は、巣穴の掘削時と閉塞時に、胸部の飛翔筋の振動を頭部に伝えて、土壌を砕いたり突き固める、際の音に由来し、虫を捕まえて、穴に埋め、ジガジガと言っているとの伝承に基づく。ジガジガ整えた後、埋めた虫が、 後日蜂の姿になって出てきたように見えたためである。ジガバチ赤は単系統である。六属約三百種が属す。以下では、種はごく一部のみ記す。アメリカジガバチセレフロンセメンタリウムなど、セレフリニーアカセレフロン属の種も、和妙に、ジガバチの名を持つが、ジガバチ赤ではない。ありがとうございます。